こんにちは、 DJ SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いて良いと思ってくれた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。動画視聴の際ちょっと遅いなと感じた方は画面右上の歯車マークを押せば倍速設定ができるのでお試しください。まず、昨日すごかったですね。昨日のアマゾンプライムボクシング WBA バンタム級タイトルマッチで、いやまさかの勝利をして、新チャンピオンとなった堤誠也選手が試合後コメントを出しましたね。それによると12年前に井上拓真選手と高校生のインターハイで戦っていて、そこで負けてから、まあ、12年間拓真選手を追い続けていたということですよね。まあ、過去に試合をやっていたとは言っていたんですけど、まさか12年間追い続けていたことは知りませんでした。まあ、拓真選手からしたら自分のことなんてあまり覚えてないかもしれないけど、自分は12年間追い続けていた。そして今回超えることができたと発言しておりますね。いやー、堤誠也選手、俺すごかった、強かったですよ。あのボクシング、あのダーティーボクシングというか、あのペースで12ラウンド動き続けることができる、これは相当な努力をしたというのがわかります。あのボクシングにちょっともうちょっとパンチ力があったら本当に怖いですよね。まあ拓真選手はあのボクシングを攻略できなかった。ああいうボクシングを、止めるにはまず一発強いパンチを見せるというのが必要ですよね。強いパンチを見せて、まあ、食らったらやばいぞ、前に出させない、これこういうの必要だったんですが、まあ、拓真選手はそれがちょっとできなかった。まあ、強いジャブで恐怖心を与えて前に出させないというのが、まあ、必要だったと思います。そして10ラウンドの疑惑のダウンについて大橋ジム陣営は、まあ、レフリーはしっかり見てほしいと言ってましたよね。いやー、そしてあの時拓真選手はなぜよそ見をしたのか、ロープ間際に行って何かよそ見をしていたんですよね。あれは一体何だったのか。あの時拓真選手がよそ見して、その隙を見逃さず、堤誠也選手が突っ込んで、あれ最後左フック入れたんですよね。そこで拓真選手が、まあ、ロープがなかったらダウンという判定ですよね。まあ、ロープダウンというんですか。まあ、あれ、ダウン取られてもしょうがないのかなとは思いましたね。そして、あのダウンがなかったらどうなっていたかなんですけど、昨日のあの採点が、ジャッジ一人が114対113、もう一人が115対112、もう一人が117対110だったんですよね。まあ、割とセットは試合でしたよね、この採点を聞くと。そして、だから、あのダウンが、なかったとしても、あのラウンドは、堤誠也選手のラウンドでしたよね。10対8が10対9となるわけで、そうなると、ジャッジ1人がドローとなりますね。それ、ジャッジのもう1人が、114対112。それ、もう1人が、116対110となるわけで、判定2対0で、堤誠也選手の勝利となるわけですよね。まあ、これは単純に考えた場合なんですけど、ただ、ダウンがあるとないでは、その後の展開も変わってくるんですよね。これ、もしかしたらですよ。もしかしたら、拓真選手が、まだ、どうしてももう一回再戦がしたいという気持ちがあるのならば、これ、いろんなジムの力とかもあるので、再戦とかも今後あるのかもしれませんね。そして新チャンピオンの、堤誠也選手の初防衛戦なんですけど、一応 WBA の決まりで、まあ、チャンピオンになってから9ヶ月以内に指名試合をやるという決まりはありますよね。あれ、ただ今回選択試合だったので、もしかしたら初防衛戦は指名試合なんですかね、やはり。とにかく9ヶ月以内に指名試合をやらなければいけないんで、まあこれ今回結構打たれてるんで、まあ本当に、3ヶ月か4ヶ月後、5ヶ月後、そのあたりに、指名試合をやる可能性はあります。そして今ランキング表を見てみると、WBA バンタム級の1位には、アントニオ・バルガスというメキシコの選手がいるんですよ。
なのでこの選手と、うん、戦う可能性が高いですよね。このアントニオ・バルガスがどういう選手かというと、現在18勝1敗ですね。18勝のうち 10KO の選手で、身長166センチ、28歳、レーティングが、ごめんなさい、アントニオ・バルガス、これアメリカの選手ということですね。はい。そしてアメリカで、レーティングは2位、世界19位となっていますね。あまり評価は高くないようですね。まあ、ただこのレーティング順位っていうのは本当に当てにならないんですけど、そしてこの選手なんですけど、直近が2024年2月24日に、あの、那須川天心選手と戦った、ジョナサン・ロドリゲスと戦ってるんですよね。ジョナサン・ロドリゲスとは、確かこれ、8ラウンド KO ということです。あ、7ラウンド KO ということですかね。あれ、これ試合見たんですけど、正直そんなに強くは見えませんでしたね。まあ、ちょっとメキシカンスタイルというかね。まあ結構攻撃型で、まあ一発入れると回転力があるパンチ、フックを連発することが多かったですね。ただこのね、天心と戦ったジョナサン・ロドリゲスに、1ラウンドでダウンも取られてるんですよ。ただそっから巻き返して、7ラウンドで、あ、まあこれジョナサン・ロドリゲス陣営の危険ですね。それまあ TKO 勝利。いや、この途中採点もそんなに離れてないんですよね。65対63、66対62、65対63。いやー、正直言って、そんなにパンチがあるわけでもない。まあ攻撃型で、まあ少し回転力がある。ディフェンスもそんなにいいとは思えませんでしたね。そんなに強くは見えませんでした。いやー、この選手と戦う可能性はありますね。堤選手のああいう変則型の、もう最初から最後まで打ち続ける、ボクサーに対してこの、アントニオ・バルガス、これね、堤聖也選手、普通に勝てるんじゃないかなと思いました。まあ、本当に堤聖也選手のボクシングを、前に出させないためには、攻撃的なジャブが必要だと思いましたね。堤聖也選手はやっぱ、あれだけ前に出続けられるというのは、怖さがないからなんですよね。だ前に出た瞬間強いジャブが来るから前に出れなくするとかね。今、バンタムだとそこまでハードパンチャーって言うと誰になるんですかね。例えば武井良樹選手の左ストレートなんか一発ガツンって食らわすとどうなるのか。ただ、堤聖也選手、かなり打たれ強いんですが結構もらってますよね。まあ、とにかく堤聖也選手の初防衛戦はもしかしたら指名試合。このアントニオ・バルガスになる可能性は高いですよね。正直そんなに強くは見えません。そして井上拓馬選手の今後なんですけど、今はまだ何も考えられないということですね。まだちょっとね、1日経ってないので、こっからまだコメント出ると思うんですが、もしかしたら引退もあり得るかもしれませんね。そして本日は、中谷潤人選手の試合がありますね。まあ、中谷潤人選手は、まあ、100% 勝つでしょう。そして本来、井上拓馬選手が勝ってれば、統一戦が決まるところだったんですが、これでおそらく統一戦はもう、ないですよね。こうなると中谷潤人選手は、もしかしたら、今回ペッチに勝って、まあ、統一戦決まらないのであれば、階級を上げる可能性がありますよね。いや、なかなか、これね、統一戦決まりませんね。中谷潤人選手は、だから今回勝つと、次4月に、ラスベガスで、防衛戦になるのか、それとも、上の階級で、誰かと戦うのか。このあたりにも注目ですよね。まあ、とにかく本日の試合が終わったらまたインタビューが出るでしょう。本日アマプラ工業、実況やりますので皆さんね、ぜひ遊びに来てください。そして那須川天心選手も、まあ、来年世界だと言いましたね。ターゲットをどこにしているかについては発言しなかったんですが、誰とでも戦えると言いました。天心選手にも注目ですね。それではね、本日はここまでとなります。また続報入り次第こちらの方でアップしていきたいと思うので、皆さん、チャンネル登録、あと X とインスタグラム、あと自分が、
サブチャンネルでゆるく行っている格闘言いたい放題ラジオの方も興味ある方はよろしくお願いします。こちらの方は、まあ、キックボクシングや MMA を特集しております。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。